んにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、豚骨ラーメンをね一箱10食分入っとうのをいただいたんで、こちらにあるトッピングと一緒にね食べたいと思います。でね、なんで今日これを食べるかっていうとね、年越しですよ。年越しそばなんですけど、最近は年越しそばって言ってもいろんなものが出とってですね、年越しラーメン、年越しパスタあるかどうかよくわかんないんですけど、年越しラーメンは確実にラーメン屋さんがやってるの私見たことあります。人間のね、商売しようっていうね知恵はねすごいですよ。いろんなイベントにかこつけて物を売ろうっていうね、まあ、年越すのはもともと確かそんな感じだったんじゃないんですかね。まあ私そういう考え方嫌いじゃないです。じゃあ早速ね作っていきたいと思います。じゃん、できました。めっちゃ重い。じゃあね、早速トッピングをしていきたいと思います。角煮です。めっちゃ美味しそう。おー、やばい、柔らかい。じゃん、完成です。めっちゃ重たい。ちょっと重さ測ってみます。よいしょ。はい、5.7 キロなんで、器の重さをどけて 4.8 キロです。いただきます。すごい豪華ですよね。私もトッピングの飾り付けのセンスのなさに絶望を覚えましたけど、でも美味しいと思います。いっぱい入っとけ。なんか豚骨ラーメン意外と久しぶりに食べたんやけど、やっぱ美味しいですね。豚骨のスープには細麺だな。あれ激辛美味しい。チャーシュー食べたいと思います。肉って美味しいね。甘い味付けです。海苔のトッピング結構好きなんですよ。海苔で包んで食べるの結構好きです。最近気づいたんですけど、ラーメンのトッピングに卵が一番好きです。卵って美味しいですよね。ゆで卵ってさ、黄身も白身も美味しいよね。素晴らしい食べ物。ネギもたっぷりで美味しいです。麺が細麺やけスイスイいけますね。最後のチャーシューです。最後の煮卵です。もうあとスープだけです。ごちそうさまです。博多長浜ラーメン美味しかったです。皆さんも年越しそばを食べたりして良いお年をお過ごしください。私来年の目標は滑舌を良くすることです。頑張ります。ちょっとでも喋っとうときは分かんないんですよね。私後から自分の動画見てうわって思うけど、喋っとうときはほんとちゃんと喋っとうつもりやけ、頑張ります。今年も1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。みんな来年もいい年にしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。